えっと元巨人であり、今現在、ね、別球団で、ね、ピッチャーとして戦っている内海さんがです、ねえー、今年で、ね、40歳になる、まあ、現役引退するということで、ね、ちょっと話題になってますね。まあ、それについて思うことは、まあ、引退の理由分かりました、ね、これなぜかというと、まあ、40歳40歳になると休、まあ、速も落ちてきてボールのキレもなくなるんですよね。 でも体力的にはしんどくなり、まあ、先発の内海が、まあなまあ、中継ぎになって、まあなまあ、やっぱね投げる回数が多くないと稼げないんですよね、まあ、そうやって考えると、まあ、テレビに出たり、まあ、解説者としてやる方が無難なんじゃないかなそっちの方が稼げますからねいやもう内海さん、まあ、ね僕がね小学校の時にね少年野球やってたんですけど、まあ、その時からいるね選手でしたからね まあそんな、ね、もう昔から知ってるね、選手がねあの、引退するっていうのは本当に悲しい。というわけで内海さん、現役引退本当にもう、なんですかねおめでとうございます、本当にもうこれからもどんどん頑張ってください。